はい、速稼塾にご参加いただきましてありがとうございました。2013年から始まった速稼塾ももう7年を迎えましてですね、もうすぐ8年目に入るところなんですが、今年は2019年の速稼塾ジェネシスというねバージョンをお届けしています。基本的には3ヶ月で終わりなんですけども、まあ速稼塾の特徴としてですね、まあ無限に延長していくということなんですよ。ですから3ヶ月の期間の途中で入った方も、結局は次の3ヶ月もそのまま手続きなし、追加料金なしでずっとね、ご参加いただけますので、一旦入ると速稼塾、私が終わるまで、私が死ぬまでね、何十年もお付き合いいただくということになります。はい、で今回はね、速稼塾の2019年バージョン、10月から12月の第4期ですよね、こちらの方をお届けしていくに、速稼塾の歩き方というテーマでね、この速稼塾のサイトの見方、使い方をお知らせしていきます。これ今キリストさんみたいな絵が見えてますけども、格調高いですよね。ちょっと下の方にねずらしていただければ、こういう風に隠居 TV っていうのが出てきます。隠居 TV っていうのは毎日の私の情報発信になってますので、これ日付が入っていますよね。で、あれ1個しかないじゃないかって思う方いると思いますけども、一番左のこのねタグを見ていただきたいんですけども、隠居 TV3 になってますよね。3ってことは隠居 TV の1、2っていうのが10月から始まっていたわけなんですけども、これちょっとクリックしてみます。ここね、隠居 TV の1、パート1ですね。パート1クリックすると、当然ですけどもページが切り替わって、その頃提供していたコンテンツがね、ここに並んできます。今でも使えるお得情報もありますので、ご覧いただければ幸いです。ちょっと早いに時間かかってますね。かなりデータが重いですからね。Amazon の新サービスのこととか、投資の勝ち方のことですとかね、大麻についてニュースになってましたけど、そういうことをお話ししたりとか、NHK をぶっ壊すっていうね、立花隆さんのことを語っていたりとか、様々ございます。政治のこともね、たまにお話してますよね。やっぱり、経済と事業と政治っていうのは切っても切れないんですよ。政治がやっぱり作った土台の上にビジネスっていうのがね、資金活動って成り立ってますから。まあそういった形で、隠居 TV っていうのが、1、2とあって、現在3ということになっております。稼げない人の特徴、商売をしていないとか書いてますよね。動画がすべて搭載されてますので、これだけでもね、結構な量になると思います。で、現在始まったのが、今日から速稼塾 TV の3でございます。こちらの方をチェックしてあげれば最新版が見れるよってことですよね。で、次、毎日 FX っていうのが2つ目にあります。これはね、FX で私も利益を出してますんで、もう2年間ぐらい負けなしなんですけども、まあ、どのように取引をしているのかってことを一般公開しますので、それぞれ動画で、今日の分もありますけどもね、動画でお見せできればなと思っております。 FX に興味のある方、私は FX を人に教えるほどのね、力はないんですけども、ただ一緒に学んでいくことができますので、まあ取っかかりと言いますかね、とりあえず負けない戦いは覚えていけるんではないかなと思います。 FX を専門的にやる場合は私から学ぶんじゃなくて、 FX 専門でやってるね、例えば私の知り合いの中丸トレーダーみたいな方に教わるのがいいかなと思います。 FX ってのはもうね、日本全国どこでも世界中どこでも稼げる方法になってきます。それから資金量も調整できますので、非常にねリスクを狭めた夢のある投資方法になってきています。で、金融庁が保護してるってのもいいですよね。税金の問題もすごく安いですしね、使いやすいと思います。次、Y4 部って書いてますよね。これは何かっていうと YouTube なんですよ。速稼塾の塾生さんの中に YouTube をされている方がいまして、その方が私に評価を求めてきた動画に対して私が添削をしているっていう、そのね、キャッチボールになってます。今日は高級石焼き芋さんが昨日アップロードしてくださった動画、3つの質問とかね、イクメン5号とかあります。それぞれに私が動画で回答しております。他の方の質問とそれに対する回答が見たい方は、どんどん下に行ってください。で、YouTube も4って書いてますけども、そうなんですよ。YouTube ってね、今まで第1部、第2部、第3部ってあったんですけども、なんせね、すごくたくさん送られてくるんで、すぐにこうやってページが増えちゃうんですよね。まあ、ご利用ください。その他、例のやつってのがあります。例のやつの基本作業ってなりますよね。これはですね、MLM が、私一番得意な MLM が、ここ1社なんですよ。ですから、この MLM の必勝法ですよね。ここに資金計画って書いてますよね。それから動画の方とか、どういうふうに、ビジネスを見ていけばいいのか、どういうふうにネットワークビジネスを買っていけばいいのかってことをね、網羅しております。で、例のやつについていくつかありまして、ここ後で、すいません、各自見てください。あとはね、特典のことをお話しましょうか。一番右の特典、
特典っていうのは、まあすぐ稼ぎたい方とかすぐ考え方を変えたい人用ですよね。4つ特典がついてます。1つ目がファンクルという外食しながら稼げるサイトです。ここをクリックしていただければよくお分かりだと思いますけども、ぜひアカウントを取ってね、明日からの外食にお役立てください。 50% ほどキャッシュバックされる仕組みになってますので、指定のお店に行って、それから簡単なアンケートにね答えていただくと、あとはもう食べ飲みはどうぞご自由に気ままにって感じです。はい、次ですね、マスターマインド TV 特典2になりますけども、こちらはですね、視聴者数が680人、来てくださった2016年の90分から120分の毎週水曜日の放送なんですよね。こちらの方がかなり人気でですね、それからまあ生き方や人生変わったという意見もいただいております。で、680人がライブでなかなか集まることってないと思うんですけども、当時はすごい勢いがあったんですよね。全16話半年分くらいがここに網羅されております。それがですね、左下になりますけども、2017年、私がね打ち出したビジネス系の速稼塾のカリキュラムの中でもう最終ファイナルですよね。2017年、コンテンツもむちゃくちゃ多いです。今までの私の当時から見て5年間を全てこの中に入れてますんで、速稼塾のことを知りたければここをクリックすれば、まあ、全部出てくるということでございます。当時は79万円で販売してましたけども、現在は皆さんどうぞご覧くださいって形になっております。で、右下にあります自己アフィリエイトはちょっとクリックしましょうか。私が一番最初にネットビジネスで稼いだのはこの自己アフィリエイトです。この自己アフィリエイトをやったんで、ここにも動画とか画像ありますけども、私のね広島県福山市の一戸建てを一発で買ったというのも自己アフィリエイトがあったおかげです。この辺の下にね簡単なプロフィールとか書いてますんで、ご覧いただければ幸いです。そしてこの辺りから実際に自己アフィリエイトをどうやっていけばいいのかってことを、右側に、こうねファイル、左側に動画という形で紹介しております。まあ、こんな形ですね、速稼塾の歩き方、非常に簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。そしてですね、速稼塾には決められたカリキュラムはありません。まあ、私は不得意分野がほとんどありませんから、この速稼塾の塾生さんが何かをねやりたいきっかけで、そしてやりたいビジネスがあったら、そちらの方をね私の方にお知らせください。あとは2人でカリキュラムを作っていって、それをこなしていくことによって、徐々に自分の好きな分野とかね、できる範囲のスキルで、稼げていけるっていう形になるんではないかなと思います。もちろん 100% 稼げることを約束することはできませんけども、まあでもね、ほとんどの方が稼げるもので、私の場合は講義を構築します。ですね、もし稼げる目的で入って速稼塾に入ってこられた方で、稼げないじゃないかよっていうふうにフラストレーションを感じた方は、なんですかね、分割の支払いを止めていただいても結構ですんで、それはね、不満だと、満足度が低いってことでしたら、支払いも当然断る権利が塾生さんにはあると思いますんでね。だからといって私は別に情報を止めたりとか、その方に制限を設けたりしません。さらに信頼いただくような密度の濃いコンテンツを作っていくだけでございます。そんな感じですかね。はい、皆さんと一緒に、本当にね、速稼塾を通じてビジネス、お金について考えていければいいかなと思っております。で、実際にお金を増やしていきましょう。まあ私は人のお金を増やしてもらうことのね、まあ特技というか、少しはやることができますんで、よろしくお願いします。それでは速稼塾の歩き方でした。